どうも皆さんこんばんは、トミーです。本日は職場体験についてのムービーを紹介していきたいと思います。職場体験とは、中学生が総合教育の一環で行っている授業の一つで、実際にですね、将来ついてみたい職業や興味のある仕事について実際に仕事にすることによって将来役立てていこうというのがコンセプトになっております。それでは、今回行いました職場体験の一部始終をどうぞ。東京都練馬区立練馬東中学校から来ました若井優斗です。今日は職場体験をしに来ました。よろしくお願いします。お、さあ若井くんです。お、何やってるんですか。今日教えてもらった T シャツ畳みます。おお、 T シャツ畳みできんの。はい、まだちょっと痛そうです。頑張ってます。はい、おお、お、いいね。何これ全部若井くんが畳んだの。綺麗に、はい、全部僕がやりました。 OK。 あと今日は何を教えてもらったんですか。あと今日は商品の陳列の仕方について教えてもらいました。陳列、どう陳列したんですか。はい、そっちのナイキのコーナーです。ナイキのコーナー、はい、ここです。ここ、どれを。このトップ全部なんですけど、ズボンを綺麗にピンと貼らして、うん、かけたりとか、値札を貼ったりとかもしてました。あ、こういうね。はい、そうです。値札貼りを、はい、はいはいはい、全部出してもらったということで、はい、いいじゃないですか。綺麗に並んでるんじゃないですか。ありがとうございます。いい、あれ、岡井くん、はい、あの、はい、そこにあるショーツ出しっぱなしだ。あ、すいません、それ1個やる、忘れてました。今までも300ぐらいやったの。やります。おー、ショーツもちゃんと畳めるんですか。はい、夏希ちゃんと結婚もしなくちゃ。まだあまり良くないですけど頑張ってます。いいね、まあ、今はまだいいですよ。ついに、なので、おー、俺な、今年で辞めることにした。はい、こんな感じです。おー、いいね。はい、ありがとうございます。で、この後は何をやるんですか。まだ向こうの方とか汚いのがあるんで、またちゃんとビシッと綺麗にしたいと思います。やってきてください。はい、はい、そうです。じゃあ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ、職場体験やってみてどうでしたか。T シャツの畳み方とかはすごく難しくて大変だったんですけど、ちゃんとできたので嬉しかったです。あと、それを家の手伝いとかに生かしていきたいと思います。ああ、なるほどですね。そんな頑張った若井くんにはプレイヤーズからタオルのプレゼントです。そうです、職場体験をですね、やっていただいた方には、プレイヤーズから頑張ったご褒美としてプレイヤーズタオルをプレゼントしてます。では、若井くん、はい、この経験を生かして、はい、今後も頑張ってください。はい、わかりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。